こんにちは、ショーです。ではですね、パワーフェスモード26周目ですね、やっていこうかなと思うんですが、前回は、三浦大輔選手を作ろうとして、まあまあまあ、うまくいったんじゃないのかなっていう感じだったんで、で、今回は、とですね、平成の怪物。まだね、大谷リベンジは早い。あれは本当に下手したら達人のお守り持ってプロフィットを厳選しなきゃいけない可能性が十分にあるので、よし。で、まあ請求の良さにしておきます。まあ持ち込みますか。奪三振持ち込みます。ピンチか。ピンチ持ち込んでもいいっちゃいいな。伸びか。伸び持ち込みましょう。伸び奪三振は確実に欲しいのね。で、まあいろいろ考えてはきたんですけど、まあどんな能力にするかね。でもやっぱ調べると変化球は結構いっぱい投げとるみたいですよ。スライダー系、まあなんか方向が違う、一応 V スラ扱いなのかな、下方向で。横だとまあその速度の違うスライダー、まあスライダーと H スライダーと、あとカットボール、まあサークルチェンジで、まあたまにカーブみたいな、カーブチェンジアップみたいな感じだったので、僕は H スライダーと、うん、スライダーのイメージが強いかな。サークルチェンジと。ということで、今回ははるかちゃん連れていきますね。変化球ポイントを稼いでいきましょう。あ、スザクがいるってことは、じゃあ、もう一回。そうだね、どこのコンボを起こそうかなとは思うんですが、まあその前回と同様にですね、巻物を持ち込んではおるんで、まああと欲しいのがピンチと、あとキレか、まあ伸びでもいいんですけど、あ、伸びは持ってるんか。キレが欲しいから、まあ詩人交流で、スザクのスザク青葉コンボをね、もう一度起こすっていうのもあるしってとこだね。で、できればやっぱアンドロがいいんすよね。アンドロメダ、決勝がアンドロメダがいいから、まあ連れていこうかな、普通に滝本さんと雷郷さんを。まあ滝本雷郷でコンボある、まあ打者向けなんですけどね、パワーヒーチャンス降格とかの。ここ連れてって、チャライは、まあ、こうか、この3人で、まあ、あと1枠ってところですね。まあ、ヘビさんかな。ヘビさん連れていくのが安泰かなと思います。ヘビさん連れていきましょう。今回はサクサクっと決まりましたね。この4人で行きたいと思います。はい、コントロールが、おお、D まであるんじゃん。じゃあ技術は心配なさそうっすね。で、一応 V スラってなってるから、V スラの方がいいかな。一応なんかそのチェンジアップと、まあ、下方向のスライダー。スプリットではないっぽいんだよな。で、あと高速スライダーと。ところなんで、まああんまみんなコツがもらえないであろう V スラ行きますね、最初。まあ、あとはスタミナか。あら、僕はほんと鈴風行きたかったんだけど、どうしようかな。こうなると難しいな。1回戦鈴風のところ行こうとしとったんだけど、他は特に投手骨でもらえそうなとこはないもんね。巻物逆境とかだしな、海野さん。コンボを考えると、チャライ水木があるから、イレブン効果いくか。そうね。イレブン効果大
あーでも気配とこだな。ちょっと待ってね、普通にラグナロクの方がいいんかな。でも前回ラグナロクいっとるからね。まあラグナロクいっとくといい点としては、鋼と乙女のコンボができるので、まあスルメかときめき青春どっちでもいいんですよ。でも前回ラグナロクだった気が、前回じゃないかな。ラグナロク強いっちゃ強いけど限られちゃうもんな。あー、じゃあイレブンに行きます。やっぱり確か前回ラグナロクだった気がするな。なんか三浦選手のスタミナ上げたいなみたいな話で行った気がするんで、野手でスザクを外野へっていうところかな。行きましょう。真夏の太陽照りつける、ここはパワフルアイランド。ついにこの日がやってきました。野球界の新たなる祭典、そうパワフルフェスティバルが今開幕です。このパワフルフェスティバル、略してパワフェスは、私どもパワフルテレビの独占生中継でお届けいたします。記念すべき最初の勝ち名乗りを上げるのはどちらのチームか。今大会さあとさあ行きましょう。満載のゲームが今始まりました。1番バッターが打席に入ります。やっぱ決勝のヒットノーランはすごいからな。平成の怪物、実際1年目からすごかったっすもんね。まあでもレッドソックスでも3年目だっけ、18勝ぐらいしたの。奪三振の数もえげつないからな。まあ今だとダルビッシュが奪三振えぐいんですけどね。クレッセントムーン打ちました。フラフラっと上がった、掴みました。チャレンジャー、まずは初球、初球を打った、ピッチャー返し抜いていった、中継ライト出塁します。初球はさあ発射した、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。いやいい感じ作れるといいけどな。まあできればプロフィットがあった方が良かったんですけど、やっぱアイテム持ち込みたかったんでね、結構制限されちゃうんすよ初期厳選すると。打球はファールグラウンド上、ファール、投球これから5球目、打った、いい当たりだ、センターへ飛んだ。まあ別にね、そこまでそのセカンドへ放り投げる、バッターランナー2塁でストップ。そこまであの球速を上げるってわけじゃないですけど、一応156かな今目指してるところ、156キロぐらいまで上げれればまあ満足かなっていう感じですね。あとはまあフィールディングもうまいんで、一応バッティングもうまかったよね確か、そんな記憶があるんですけど。あら、スタンドに向かって打球が伸びる、うまい、お上手。バッターは6番須崎、真ん中見送ってストライク、まずは様子見です、インサイドストライク。難しいぜ。高く上がってます、割と捉えたよ頑張って。こ
ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。初球を打ちました。打球はセンターへ。ヒット。打球とりあえず同点に追いつきましょう。ボールは中継ホームへ。チャレンジャー同点1対1。さあ面白くなってきました。さらに勝ち越しとチャンス。でもここに入る中井ってレギュラーで使わない気がするな。まあでもライゴを外野に持ってけばぐらいか。ポジショニング OK。 ファールグラウンド、ボールを掴みました。さあ矢部の時間がやってまいりました。得点につなげたい。水木チャライコンボがねこの前起こせんかったから起こしたいところではある。今日これで2打数の2安打。打席には2番バッターが入ります。ボールを2塁へ振った。盗塁成功。矢部塁上でこう満悦の様子。プレゼントムーンはもう投球3球目打ちました。ショートこれは守備範囲内。ああファースト守らされてるんだ。さあ橘瑞希マウンドへ素敵な眼差しを向けます。さあ次の球ミッドへ一直線。指にかかったストレート打った。アールグラウンドキャッチしています。それではさあ打席でライゴーが牙を研ぎます。初球を打った。センターへ飛んだ。センター前キーン。ライゴーナイスなバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。打ちました。初球打ちピッチャー返し。ライゴー三塁を狙う。三塁タッチセーブ。滝本いいバッティングを見せました。チャレンジャー勝ち越しのチャンスを迎えます。ランナーが2塁に進んでいます。サクサク打ちました。いいね。まライボあそろそろ点取りますか。チャレンジャー勝ち越し成功。今のチャレンジャーここはなんとかしのぎたい。打席には7番バッター投げました。キレッキレの変化球に手が出ません。打った。痛烈な当たり。センター前のヒットになります。ヒットを打たれます。チャレンジャーピンチが続きます。8番バッターが打席に入ります。初球ストライク。さあ次のボール私ならもちろん縦のスライダー。よし。あらあらあら点を取らせてくれないと。なんとしても得点を上げたい9回です。さあ中井が完全にドスコイ体勢。空振り強振。まあ1回戦はね最近2回戦台風が増えてるんでそれがうまく準決まで持っていけるか。あら3点差。須崎さん出すか。さあ第9投げました。球威のある球を投げ込みます。変化球ビンビンに切れています。打ちました。モテモテのショートゴロ。よしチャレンジャーズ見事勝利しました。パワフェスチャレンジャーズが堂々たる戦いで見事勝利しました。大事な初戦を突破して2回戦へ進みます。まあまあまあここら辺は順当にって感じですね。あら少し筋力が少ないぞと。まあホームラン打ってないですからね。って言ったら筋力もらえたね。筋力がギリかなこれ。もうその感じは若干だけどある。うんスタミナも上げなきゃいけないんでどうしてもね。 V スラに V スラ
全体的にちょっと低めですね。なのでちょっと2回戦は普通に。どこが出るんだろうね。あら、あら、あらま。はい、で考えたんですけど、まあパワフルズに行こうかなと。パワフルズ行って東条を取れば、まあ次が神楽坂グループが出てきてくれることを祈るしかないんですけど、そうすれば水木もいるんで、水木ひじりコンボと神楽登場コンボが起こせることは起こせるんで、神楽坂グループが出てこなかったらわかんないっす、もう。はい、ということでパワフルズですね、行きましょう。ポジションがねどうしても被ってしまうんで、なかなか使いづらさはあるんですけど、ヘビさんこうかな。だからいやー強力な打線ですね。まあもう一個固めてもいいけど、こうか。あでも強いの高いんだよな、ね、まあいいか。個人的にレーザー持ってる方がライトは強肩なイメージがあるんで。 PSAA まあこうしますか。138、1311、ああ松坂のが打撃能力が高いから打順が上がっとるわけね。なるほどなるほど。お待たせいたしました。最強王者を決める野球サバイバル、ついに2回戦に突入しました。一塁側は今大会のダークホース、台風の目でもありますチャレンジャー。対するはパワフェスにプロ球団も参戦、その力を見せつけるか頑張りパワフルズ。さあパワフェスチャレンジャーズ対頑張りパワフルズ。いや久しぶりだな実際。さあ注目箇所満載のゲームが今始まりました。初球を打った、センター前進、なかなかないですよねパワフルスと戦うっていうのも。うわー取られちゃった。さあ1球目高く上がった、フラフラっと上がった、掴みました。強いのかな。まずは初球、いいねカーブをうまく打ちました。とりあえず同点には追いついていいんで気楽ですね。おう、いらっしゃいませ。打ちました初球打ち、これでスリーアウト。打席には7番バッター、はい V スラート。低めいっぱいストライク、ホームラン打たれたのかな東条と福谷さんにっていう感じかな。指にかかったストレート、下手したらそろそろで打たれてますね。打ちましたファウル。投球これから4球目、バットを出しません、ボール。頼むよ別にコンボがね欲しいわけではないんですけど、巻物でねそこは補っておるんで。1番バッターが打席に初球を打ちました、ヒットになります。でひじりが来るとキャッチャーが手に入るのがでかいですね。打席には2番バッターが入ります。第2球は早いとこ図鑑コンプもしたいところなんだけど、セカンドこれは守備範囲内。これショートどこから取るかだな。これ多分パピオンしか取れないんじゃないかな。帝王が出てこないんで、あっミスった、ホームラン打ってしまった。得点を上げここからどう攻めるか。打席には7番バッター、
まあ自動で点取ってくれるでしょ相手が。さあ今大会さあ初球初球を打った。やっぱ今多分ホームラン打ってたよね。取りました。これでワンアウト。東条さん、さあ打席には魅惑の矢部昭代です。カーブはボール、カウントワンボール、投球2球目打った。ショートバックしていった。センター前ヒット。実際東条さんのレベルが全然上がってないっていう部分はあるんだね。打ちました。初球打ちレフト前、ヒット。全然連れてってないですからね初期キャラで。投球ストライク、ボールを三塁へ送った。タッチはアウト。あら、オートで。ここはなんとかしのぎたい。一番バッターが打席に入ります。持つか、あと一球。さあ、私なら最後はズバッと真っ向勝負です。五回投げれないのしんどいな。おっとすっぽ抜け。さあ、これで決まるのか。オッケー。三振。きっちり役目を果たしました。役目を果たしました。果たしてはないけどね。4回しか投げてないんだったら。これは見送ってボール。第3球は、変化球ビンビンに切れています。打ちました。ショートの右。156キロだったらホームラン打ってば別に筋力足りると思うんだけどな。伸び骨もあるし。ここはうまい守備に阻まれました。さあ蛇島型初球を打った。取って、これでスリーアウトチェンジ。頑張りパワフル、なんとしても得点を上げたい。めっちゃ曲がる。打席には9番バッター。クレッセントブーン空振り、少し迷いが出たか。インロー見送ってストライク。さあいよいよあと1球。さあ仕留められるか。内側危ないボール。オッケー。空振り三振。チャレンジャー最後をしっかり締めて見事勝利しました。いいっすね。まあオートが多いんでポイント今回少なめと。やっぱ全然連れてってないだけあって、なかなかレベルが上がってないですね。でここで多分ライゴーと竹本かなでやる気が上がってると。じゃじゃーん。お前たち最強大学は我々が王者になるためにも避けては通れぬ相手。日頃からどんな秘密特訓をしているのかしっかりと勉強させてもらおう。が隠すことなんて何もない。俺たちはひたすら毎日基礎からトレーニングをしているだけだ。そうか、やはりな。我が一流大学の進む道を間違っていないようだ。やはり基礎をなくしては大事はなせんでいいんだよね。砂浜のランニングから始めるぞーと。まあ名門の、まあ一流大学と最強大学ですね。まあ野手向きなんですけどね、確実に。でもあんまコツレベルが高くないんで、そんなめちゃいいかって言われるとそうでもないけど、まあ直撮りよりはすごいマシかなって感じですね。お願いします。嫌な予感がしたよ。やっぱり暁が来るんか、ここで。それは予想外だな。そいつは予想外だな。暁行ってもいいけどね。かレジェンズでまゆちゃん取りに行った。確かここで出た暁って多分だよ、多分純潔でも出てくるはずなんだけど違ったかな。まあでも次のコンボイベントのために、まあ守るだったら単体でコンボイベントが1個起こせるので、
暁行こうかな。うわ嫌だな、ライジングキャノンと戦うのすげえ嫌、すげえ嫌だけど。で、どうは何を取るって言っとったかね、変化球。あ、サークルチェンジ、スライダー、カットボールか。あとはスライダーとカットが取れれば。コントロールはね、結構 C のぐらいで、まあ、63とかにして終わりかなとも思っていたので、ということは巻物がね、もう使っちゃいましょうか。伸びはちょっと、ムードはでも良さそうだな。伸びも使うか。そうだね、パピオン予定。特にコンボで伸びもらえる感じでもないと思うんで。まあ伸びは A まで持ってって問題ないでしょ。伸び奪三振は取りますね。で、あとは球速と、まあどうしてもあとはスタミナかな。先に人気者。速球中心？いや、変化球も結構投げ、ああ、でも。まあでも勝負どこでは全球ストレートとかね、オールスターとかではやってますもんね。胸熱な展開を。ぐらいかな。あとはタイピンをちょっと上げれて。勝ち運取りましょう、じゃあ。よし。まあ今能力こんな感じですね。で、あとはもうちょっとポイント稼ぐのを重視で立ち回っていけばなんとかいけるんじゃないのかなとは思ってますけど、まあこっから次第ですね。本当だったらレジェンズ行った方がいいけど、イベントを考えるとやっぱ、守る暁行った方がいいような気がするんで、多分暁と戦っていきたいと思います。ではですね、本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、ツイッター、フォローとよろしくお願いします。ありがとうございました。